カラム・ウィルソンはイングランド・ウェスト・ミッドランズ州コベントリー出身のプロサッカー選手。イングランド代表。プレミアリーグの入荷するユナイテッド FC に所属している。ポジションはフォワード。コベントリー出身のウィルソンは2009年に地元のコベントリーシティ FC でプロデビュー。8月12日にリーグカップのハートリブール、ユナイテッド FC 戦でデビューした。 その後数シーズンは、カブリーグへのレンタル移籍などを経験した後、2014年7月に AFC ボーマスに移籍。ウィルソンは45試合で20得点を記録し、チームはフットボールリーグチャンピオンシップで優勝し、念願のプレミアリーグ初昇格。トップリーグ1年目の2015年8月22日のウエストハムユナイテッド FC 戦で、ウィルソンは、 ボーンマス史上初のプレミアリーグ初ゴールを決め、さらにハットトリックを達成し、ボーンマスにプレミアリーグ初勝利をもたらした。2020年9月7日、ニューカッスルユナイテッド FC と4年契約を結んだことが発表された。イングランドのサッカー選手一覧、ありがとうございます。